こんにちは、フィフィです。IMF が韓国は今後低成長がニューノーマルになるという報告書を出しました。つまり、低成長が固定化するということです。韓国にとってはきつい評価です。IMF は報告書の中で、韓国経済が2028年まで2%台前半の成長率が続くという見通しを出したんです。 今年と来年の韓国の成長率の見通しですが、中国の景気が引き続き回復しない状況が続けば成長率は上がりません。だから韓国の経済成長率が2%前後の水準にとどまるだろうと IMF は見ているんです。まあ2%もあるんだと思う人もいるかもですが、 韓国経済はまだ発展途上ですから、これからも成長を期待しなきゃいけない国なんです。2%そこそこの成長率では厳しいんですね。また韓国は人口も減る方向です。世界で最も出生率が低い国なんです。その記録を毎年更新し続けています。だからより経済成長が見込めないんです。 韓国の若者たちは将来に対する不安や生活苦から結婚や子供を産み育てるという願望が激減しているそうです。もうそんな先の未来を夢見る余裕なんてありません。今の韓国の若者たちは就職することも厳しい状況なんです。韓国メディアはこうした若者の雇用状況について 韓国には何もしないで休んでいる若者が急増なんてタイトルで報道していますが、これ好き好んで休んでいるわけではありませんからね。これ働きたくても働けない状況のことを言っているんです。つまり韓国では若者の失業者が多い、または深刻な就職なんだということなんです。今年に入って韓国では15歳から29歳の若者のうち 仕事が見つからず何もできずにいる人口が41万人になったと韓国の大手メディアである中央日報が報じています、まあ、大きな病気にかかっていたり障害がないのに経済活動や就職活動をしてない人口が41万人いるということですこれは韓国の若者の5%くらいになります 2010年代初めには2%だったのが2020年に44万8000人でピークになってその後少し減少方向だったのに今再び仕事が見つからず何もできずにいる韓国の若者の人口が増加しています韓国政府はこうした状況を何とかしようと今後約1兆ウォンの予算をつぎ込んで若者を 労働市場に促すという対策を出したんですが、これで問題が解消されるのかと、韓国国内では疑問の声が上がっています。 まあ大体韓国は一部サムスンや LG といった大企業だけが待遇が良くてまともな給料をもらっているんですね。大企業と中小企業の賃金格差がひどいんです。しかも韓国はひどいコネ社会でそうした大企業にどれだけ勉強して努力して頑張ってもコネがなければ入りにくいんです。韓国の若者たちはこうした不平等な社会構造の中でやる気が低下しています。 韓国政府がどれだけ若者の雇用市場を改善しようと公金をつぎ込んでもこうした根本的な社会構造を見直さない限り問題は解決できないのではないでしょうかだから国民からも政府の対策は不十分といった声が上がっているんです しかも何も仕事をせず休んでいる期間が長期化すれば今後の雇用の可能性が低くなってますます就職しにくくなります。もう一そのことを仕事なんてしたくないと引きこもりになってしまう若者も増えています。あと、ユン・ソン・ョル政権はとにかく雇用問題を少しでも解消しようと政府や公共機関で働くインターンの機会を拡大しています。 ただし、インターンの機会を増やすのはいいとして、これで雇用問題が解消しましたよとはならないんです。 またその他に新技術の人材養成事業であるデジタルトレーニングなど企業が欲しがっている人材教育を強化すると明らかにしました。あとは国家資格の受験料も50%割引したり、また就職した若者に対して職場適応能力を助けるプログラムを作ったり、若者を雇用した事業所に1人当たり3万円程度を支援するなどの 政策も打ち出しましまたあと何もしないで休んでいる若者に対して就職活動を断念させないように集団心理相談などを提供するプロジェクトも来年導入するそうですただこの政府の対策にハンソン大学の経済学科の名誉教授は 韓国では多くの若者が大企業への就職を希望している。そうした状況そのものを変えない限り変化は大きくはないだろうと指摘しています。例えば日本ですが大企業に就職しなくても中小企業がひどい待遇でもないし、またイノベーションに取り組むような夢のある魅力的な企業が多いんです。 日本の若者には選択肢が多いんですね。しかし韓国は中小企業が新たなサービスやものづくりを成功させてもすぐに大企業にパクられてしまいます。大企業に潰されてしまうので韓国ではイノベーションが育たないんです。まあ、それは韓国の若者が進んで中小企業で働きたいとは思わないですよね。本当なら こうした社会の構造を政府が正していかなくてはいけないとこう専門家は指摘しているんです、まあ、ただユン・ソンニョル政権も何もしていないわけではなくてなんとか若者の雇用を促進しようとは動いているのはわかります、まあ、しかも韓国の雇用が深刻になったのは何も今に始まったわけではありません 前のムンジェイン政権の時から実際には若者の雇用は深刻でした。でもムンジェイン政権下では雇用統計が何年にもわたって改ざんされていたと、もうこれが今問題になっています。前のムンジェイン政権は共に民主党と言うんですが、共に民主党はその責任を感じるどころか、今のユン政権は何もしていないじゃないかと、政権叩きを続けています。 しかもつい最近若者たちを激怒させるようなことまでやらかしたんです。共に民主党が来年の総選挙前に若者をターゲットにした新しい横断幕のデザインを公開したんですね。ただ、これが大炎上したんです。なぜかというと、この横断幕には経済はわからないけどお金はたくさん欲しいなどの フレーズが書かれていたからなんですこれひどいですよね韓国の若者たちをバカにしているような言葉です若者を見下しているという批判が噴出しました 横断幕に書かれたフレーズはこれまでの韓国の政界の横断幕のデザインから脱却しようという意図で若者の思考を考慮したものだとともに民主党は説明しているんですが経済のことはわからないけどなんて表現がやばいです。これらのフレーズが公開されると政府内からも批判の声が上がりました。まあこれがともに民主党の本音でしょうね。 若者がどうとかそういうことではなくて韓国の国民は何もよくわかっていないと言いたいのでしょう。まあ、一番わかっていないのは共に民主党なんですけどね。え共に民主党は今もたびたび反日の言動を繰り返したり、反日思想がすり込まれた韓国国民の気持ちを煽って高い支持率を得ています。 もう韓国経済のこの先を考えれば、反日姿勢を改めることが大事なのに、それを想像することもできず、感情に任せて反日を続ける韓国国民。それは共に民主党から見れば扱いやすいでしょう。でももう反日をしている場合ではないと、いい加減、韓国国民は気づかなきゃいけません。韓国では野菜。 加工食品など生活物価が相次いで値上がりしています。もう日本のレベルではないんです。もともと値上がりしていたところにさらに価格が高騰しているんです。もう欧米と同じ勢いなんですね。温安だけが原因ではなくて天候不順で不作だったことも影響しています。人件費や燃料費も上がって価格の維持が難しくなっているんです。もう韓国の人々の生活がキツキツです。 今は本当に韓国国民が一丸となって経済の立て直しに動いていかなければ取り返しのつかないことになります。韓国経済はこのままだと後退していくでしょう。さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします。